まっすぐな道だね。どこを走ってるんだ？益城大須線だよ。県道36号線なんだけど、国道443号と重複してるんだ。今日はどこへ向かってるのかな？ HSR 九州に向かってる。HSR 九州ってなんだ？ HSR 九州とは熊本県菊池郡大津町にある、本田技研のレース場のことで、全長2350メートルのサーキットコースと、ドリームコース、オフロードコースの、3つのコースから形成されているんだ。すごいじゃないか。マリサもついに、サーキットデビューするのか？いや、私は走らない。走らんのかい。走らないんだったら、何しに行くんだ？バイク仲間が今日のウェルカム走行会で、サーキットデビューするので応援に行くんだ。応援だけかよ。応援だけだよ。ところでウェルカム走行会ってなんだ？ウェルカム走行会というのは、ビギナーや女性ライダーにも気軽に、サーキットを走る楽しさを体験してもらおうと、2018年から熊本県にある HSR 九州で、開催されている走行会のことなんだ。なるほど。到着。今日は二人のお嬢が2台のレベルで走るんだ。黒のレベル、かっこいいな。スタートを待つ二人。余裕の表情だね。そろそろコースに入るみたいだ。頑張れー。私たちも応援のためにサーキットコースへ向かおう。向かおう。じゃあ、カルタお願いします。コースの間近で見れるらしいから楽しみだぜ。なんかワクワクするね。いよいよ D クラスのコースインだ。クラスはいくつあるんだ？ A クラスから D クラスまでの4つのクラスがあるんだ。二人のお嬢はどのクラスに出るんだ？初めてだから D クラスの、ビギナーズクラスだよ。そかそか。今日がサーキットデビューだったね。いよいよサーキット走行が始まったぞ。D クラスの走りをしばらく見ておこう。OK。D クラスが走り終えて、帰ってきた。お疲れ様。二人のお嬢はどうだったんだろ？それが、何かあったのか？あったみたい。何があったんだ？お嬢の目の前でこけた人がいて、怖くなったらしい。そりゃあ目の前でこけられたら、怖いだろうね。だよね、トラウマにならないといいんだけど。そうだよね。でもまあ、本人たちは無事でよかった。よかったよかった。お嬢たちが帰ってきたぜ。お疲れ様。いい走りだったよ。せっかくだから、C クラスの走りも見ておこう。見ておこう。やっぱり D クラスに比べて、みんな速いね。そうだね。続いて B クラス。さらに速くなったね。
スの2回目の走行が始まる。二人揃っての入場だ。頑張れー。2回目の走行が始まった。この黄色のブカティが先導車なんだ。かっこいい。お嬢が来たぞ。2回目だから手を振る余裕が出てきたみたいだね。余裕が出てきてよかった。楽しく走るのが一番だね。そうだね。特にビギナーは楽しく走れたらそれでいい。この青の川崎も先導車だ。二つのグループに分かれてるのかな。そうみたいだね。二人目のお嬢が来たぜ。二人目はまだ緊張してるのか。表情に余裕がなさそうだったね。やっぱり一回目の走行の時目の前でこけられたのがショックだったのかもね。かわいそうに。これが一人目のお嬢。そしてこれが二人目のお嬢の走りだ。二回目の走行の最終ラップ。チェッカーフラップが振られてるね。お嬢頑張れ。頑張れ。D クラスが2回目の走行を終えて帰ってきたぜ。イエーイ。お疲れ様。お疲れ様。こっちもお疲れ様。お疲れ様。ブルーのフォグランプが目立ってる。これはなかなか様になってるね。私のバイクもさりげなく並べとく。ここに置いとくと走行会に参加してるっぽいね。では、私はこれで帰ることにする。走行会まだ終わってないぞ。うん、D クラスもう一回走るんだけど今日は買い物に行かないといけないからこれで帰らないといけないんだ。そうなんだ。気をつけて帰るんだぞ。ラジャー。右側のドリームコースでもなんかやってる。何やってるんだろうね。よくわからないけどスポーツ走行会かな。 HSR のゲートが見えてきた。こういうゲートがあるだけでサーキットの雰囲気あるもんね。そうだね。雰囲気あるね。左の HSR の看板には交通教育センターって書いてある。
あら、ここって、交通教育センターだったんだね。そうらしい。ってことで今日はこの辺で。またねー。またねー。